はい、カラフルスマイル50回おめでとうございます。おめでとうございます。はい、孤高のプリテンダー徳野大輔でございます。杉野さん、もう50回やるってことはすごく大変なことだと思いますけれども、皆さんもこれからも元気づけるようなライブを、期待してますので、ぜひよろしくお願いします。はい、シンガーソングライターの成松ゆりです。杉ちゃん、カラフルスマイルおめでとう。お世話になってます。これからもよろしくね。杉野さんからスマイル50回おめでとうございます。またぜひライブに呼んでください。おめでとうございます。こんにちは、ヒューマンミートボックス屋さんのフーガって言います。カラフルスマイルめっちゃ楽しいイベントなんで、個性的なっていっぱいで、すげー楽しいイベントなんで、これからも一つついていくことを願ってます。おめでとうございます。なんか風楽なんかやったら。ガラススマイル。ありがとうございます。じゃあ地名のこと。はい。ガラススマイル、50回も100回も200回も続きますように、心から願っております。皆さん、またよろしくお願いいたします。